皆さん。おはようございます。白洲サブちゃんでーす。今日は、スペシャルゲストに来ていただいております。はい、はい、生プロなんですよ。おめっちゃ嬉しいけど。いや。この謎を、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらもそう。最近ね、ボイトレに、はい。来ていただいて、はい。めっちゃやりたかったんです。本当に。真面目にやっちゃった。真面目に。笑いなしでしたから、ちょっと。いや、そうですね。ダメだ、これ取れたかあんのかなと思いました。いや、僕もちょっと思う。やめてください。作ろう構成としたら、ガチが入っちゃって大丈夫かなと、はい、まあ最悪遅れても何でも大丈夫なんで、ありがとうございます。で、今日はプロタンさんサブチャンに登場していただくってマジ本当贅沢すぎる。いや全然、ちょっと悩みを今日はプロタンさんに聞いていただこうと思って、はい、僕なんかでいいんすか。いや、ありますあります、もう本当に本当ですか。で2つあって、あ2つも、そう、はい、まあ1個目が、はい、今、まあ、彼氏と住んでるんですけど、はい、で彼氏も YouTube やってるってことは言ってあって、うん、あ、もうやってるんですか。そうです、やってて。あ、もう現にやってるんですね。5万人ぐらいいるんですよ、登録。え、多くないですか。そう、なんか何も関係なくちゃんと一応自分で3ヶ月ぐらいでそのぐらい行って、おしらさん関わらず、ね、関わらずです。すごい、ノーコンサル、ノー告知で行って、まあすごいなと思ってるんですけど、はい、それはすごい。なんかそう、あのレイナさんともうだから公表して一緒にやってらっしゃるじゃないですか。はい、いや、どういう心境だった。なんか最初結構ずっとぼやかしてたじゃないですか。ぼや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 って、それそうで、どうしたのかと。要するに、まあ、カップルというかパートナーを、まあ、動画にこう出すことのなんか、うん、でちょっとめっちゃ悩んでてどうしようかな。いや、わかるわ。それなんかどうしたらいいんですか。めっちゃわかる。いや、僕もここだけの話、はい、もう事故だと思ってたんですけど、はい、本当は言いたくなかったです。あ、そうなんだ、はい、でもちょっとわかる。本当に言いたくなかったです。でもなんかもう隠しきれないってわけでもなかったんですよね、はい、もうそうですよね。隠しきれなくもなかった、うんうんうん、ずっとこれを続けて匂わせて、はい、そっちの方が集客もできやすいじゃないですか。いやらしいな、はい、再生確かに確かに。え、付き合ってないのそんなことするの、はい、付き合ってたら、いや、そんなことして当たり前じゃんが特別になるじゃないですか、永遠に。はいはいはい、はい、もったいねーと思ってたんですけど。その視点なんですね。いや、本当その視点でした、いや、これからどうしようかなみたいな、うん、思ったんですけど、その、わかんないです。でも YouTube 上では、はい、まあどうかわかんないですけど、再生数とかも視聴者がどう思って、はい、こっち側としては、まあやりやすくなりましたね。そうですよね。はい、めっちゃやりやすくなりました。だって、本当具体的な話すると、はい、物音とか自分が喋った時だったら、まあ、うわいるの思われたくないとか、はいはいはい、後ろにバッグが置いてあったりとかすると、はいはい、うわとかって、まあ、なんかお泊まりなのかどうなのかみたいなところもすごい気を使ったんですよ。喋んないでみたいな、うんうん、裏事情言うともう絶対物音も立てないでみたいな、はいはいはい、っていうのがなくなるんで、もう自由に、なんならちょっとオフ感が出て面白いというか、はいはいはい、例えば僕だったら料理動画撮ってるじゃないですか、はい、で後ろに例えばレイナさんが通り室があると、はい、そのワンシーンでも視聴者からしたら、あ、今家行ってなんかオフ感なんか分かります、寿司食うみたいな食べたいみたいな、もうだって手だけ出てくるとか、はい、そうそうそう、確かにだ、それもまた味わっていいなみたいな、うん、やっぱ結局はありのまま見せた方が視聴者も最初分かんないですよ、はいはいはい、だけどだんだん、あ、結局は結果良かったなってなると思います。なるほど、じゃあなんか出たがるんですよ。いや、出たかったら出たがるんですけど、でも結局その、はい、まあ濃くな話すると、まああのまあなんか黒歴史とか、はいはいはい、別れちゃった別れない、はいはい、いや俺それも面白いと思ってるんですよ、ストーリーとして。すごいな、プロさん。さすが。いや、それいじられたらまたそれネタにするしみたいな。確かに、まあ万が一ね、仮に100歩譲ってレイナさんと別れたら、はい、いや黒歴史なんて言われるかもしれない、うん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 、だけどそれもネタにできるぐらいの覚悟というか、なるほど、そういう気持ちで撮ってるんで全部もうネタですよっていう、つえ、はい、いやもうそう、それも不安なんですよ、うん、すごいなんかまあどうにか、ね、分かんないですけど、はい、一応仲良しなんですけど、はい、まあ、まあどうなるか分かんないですよね、これこそそれこそ分かんないんで、うんうん、リスクが一気に増えるわけじゃないですか、うん、そうなんですよね、すごい考えちゃってるんですけど、うん、まあ好きにやればいいんじゃないですか。そうなんです、ね、はい、もうシンプルですよ、好きに。え、おしらさんは出したいんですか。彼、まあ出てもらったら面白いなって思うのと、うん、やっぱそのリスクとこう天秤にかけてるって感じ、うん、いやでもね、おしらさんのキャラと人間性だったら何やってもありだと思いますけどね。いやー、ちょっと好感度上げすぎちゃって、なんか変なことした時にちょっとなんかボーンってなりそうで、まあ、いや好感度は上がるもんじゃないですから、勝手についてくるもんなんで。あ、はい、いや、おしらさん大丈夫っすよ。
よかったじゃあまあちょっとそれで喧嘩になりそうななってるね最近。ああ出せよと。出す。なんで出さないのみたいな。いやなんで婚約とか出せみたいな。婚約結婚してないですか。結婚してないけど男なんでもちろんそう結婚とかないんですけど、そうっていうのはそうで分かりましたありのままの。うんいや出した方がいいと思いますよ。一回出してみればいいんじゃないですか。一回出してみますじゃあ。いや絶対高評価っすよ。それ彼氏と歌ってみたっていうのを。いや絶対出そうと思ってるんですけど。え彼氏は歌うまいですか。彼氏歌うまいんですよ。うわそれ何だか分かんないですけど歌うまいんですよ。絶対出した方がいいよ。じゃあちょっといや絶対出した方がいいですよ。じゃあ、うん、その方向で、うん、いや僕はだって嫌だったんで、はい、ちょっと、はいはいはい、うん、いろんなその意味で、はい、でもお世話さん自身が出したいんだったらもう出した方がいいですよ。勝った、うん、で仮にね本当に失敗して別れしちゃったとしてもお別れしましたと、はい、でやっぱ悲しんだりいろいろあるじゃん感情それが引きつけるんですから YouTube って結局はその人間性を見て面白い、はい、まあ面白いっていろいろジャンル色ありますけど、うんはい、そのうわ悲しんで失恋しましたって人がまたいるんでその外に なるほどでそれでうわまたお知らさんいいなってなるんでどっちに転んでも俺は正解だと思ってる。うわちょっと勇気出ましたありがとうございます先輩。いやいや先輩じゃない大先輩ですか、ね、いや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 ありがとうございます、はい、喜びますきっと、うん、いや絶対いいっすよ。そうだ僕ももし別れてもうなんか変なやばい別れ方しても、うんうんうん、いやもう別れましたってそれをねまあいい意味でネタにして、はいはいはい、まあ共感得てまた上がっていくこの話面白くないわかりました、はい、じゃちょっとそのうち出ると思うんでぜひ見てください。楽しみですね。歌うまいのはもうそうなんですよ。歌うそこはもう本当に武器っすね。めちゃめちゃうまいんで、じゃあ、うん、そうします。楽しみです。もう一個だけ相談していいですか。あもう一個はい。一個解消されました、ね。一個解消されました。ありがとうございます。はい、プロダンス先生。もう一個が、まあ、まあちょっと前提として、うん、私も初めて視聴者さん知らない人もいると思うんですけど、うん、初めて登録した YouTuber さんがプロダンさんなんですよ。いやおっしゃってくれてありがとうございます。でその病んでた時に、はい、でそれをきっかけで筋トレ始めて、ああはいはい、そう何の動画見たんですかその減量の。いや減量も見たんですけど多分なんかやり方動画みたいなやつです、ね、ああそっちですね。そうベンチプレスのやり方とか、はい、そういうハウトゥーの動画出してらっしゃったじゃないですか、はい、あれジンさんに教えてもらう動画です多分。ああじゃあ結構前の。そうなんです。であの頃の動画をいっぱい見始めて、はい、でそっからいろんな YouTuber さん見始めてだからヒカルさん、ラファエルさん、はい、あジンさん、うんサイマンさんとか。サイマンさんとかっていうのをずっと見てて。はい。で、まあそこ、その後から始めたんで。うん。YouTube。はい。で、あ、そうか、その後に。そうなんです。去年の冬ぐらいから。筋トレはもう結構前からやってたんですよ。そう。で、もともとその筋トレを見て、うん、そのなんか休職して職を失ったんで、うんうん、筋トレのブログとか書いてたんですけど、まあちょっとヒットせずで。はい、やり手ですでその後ボイトルのブログ書き始めて、うん、でその後にボイトルの YouTube 始めたんで、うん、でまあそんな感じで、まあ、プルトさんがまあ、うん、生みの親と言っても過言ではないぐらいの、すごい光栄と嬉しさそうなんですけど、はい、なんか今すごいありがたいこと100万人登録いって、はい、いやすごい。いやあれはね面白いですよ。いや嬉しい。見ちゃうもんな。なんかでもこう長くやってらっしゃって、はい、やっぱモチベーションってこう多少なりますじゃないですか。めちゃめちゃなりますね。もうなんか100万いった瞬間やんで、ね、逆にそう100万やっちゃった。逆に終わりの始まり始まりの終わりやったってなるかなと思ったんですけど、はい、まあ嬉しかったですよ。100万いった日とかはみんなからおめでとうおめでとうおめでとうって言われて、うん、で視聴者さんからもおめでとうって言って、うん、で自分も一旦喜び終わったんですけど、うん、いやこの後どうしようって。いやめっちゃ終わりましたそれで、なんかまあ同じことをやっていこうと思ったんですよ、うん、今までと同じことをただやっていけばいいと思ったんですけど、うんはいはい、なんかやっぱちょっとそこからギアが入らなくて、はいはい、もう1ヶ月前に金の盾来てるんですけど開封してないんですよ開封してないなんかやみすぎて開封できなくて未だに1ヶ月ぐらい放置してあって、はい、だからなんかそんなことを多分何回も繰り返して乗り越えてきてるプロタッ先輩だったらどうしたらいいと思いますか。いやでもねこれは本当ありますね。俺もなんなら最近まで結構もしかしたら今も結局ちょっと僕の話しちゃうとなんで YouTube やったかっていうと、まあ、承認欲求でなんか必要とされたいというか見られたい、はい、あとはなんか、ね、さっき言ったんですけど、うん、小学校ぐらいの時からなんで人間として何のために生まれてきたのかってよく分からなかったんですよ、はいはい、やっぱ仕事して遊んでで一生終える、うん、終えるっていうのはみんな平等じゃないですか。その中で何のために生きてんだろうなと思った時に一人でも多くの人に
自分って存在を知ってもらうっていう、すげえ、それが存在意義になったんですよ、はい、だからいろんな SNS に自分を発信して、うん、あプロタンっていう名前を植え付けさせるっていうのがあったんですけど、終わりないですもんね。もう言ったらでも成功しちゃったわけじゃないですか、うん、でもその成功って言われるのもなんかプレッシャー感じないですか。いやわかる何が成功なのみたいな。でこれ言うと上には上がいるんですよ。いや本当そうですね。一人でも多くの人に知られたいっていうのが強くなりすぎて、はい、本当にナンバーワンっていうかもう全世界で一番っていうぐらいの気持ちでやってるから、はい、でもその気持ちと結果絶対伴わないじゃないですか、うんうんうん、もう世界にはもう どんだけ5000万人とかいますから登録者でもそれにはもう絶対かなわないですよ、はい、でそれ感じた時に、まあ、なんか中途半端というか、うんまあ、なんか真っ白になりますよね、うんうんうん、でも行き着いたのがやっぱね、もうやり続けしかないなって。まあそうね、はい。まあやめたら終わりですから、ね。はい。それと、あとは、やっぱね、その、再生数が100万でも、1万でも、うん、まあ20万でも、その動画を見て好きになる人絶対いると思うんですよ。うん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 、だからその人のために頑張ろうかなっていう。お前は、本当もう全世界の人に向けて、はい、俺を知ってくれって感じだったんですけど、まあ何でもいいから自分っていうのを見せて、一人でも自分にその影響されて人生変わってくれたらいいなみたいな。先輩いや先輩よ、そういう気持ちで最近やるようになりましたね。でもこれは綺麗事で、やっぱ結局はやっぱもっと多くに見られ、再生数稼ぎたいな、もっと見られたいっていうのはあるんですけど、その天秤に揺れながら、まあ、踏みとどまりつつ、踏みとどまりつつやっていくしかないのかなっていう。なるほど、うん、だからもう私はこれだってなんないと思います。また1年後ここで解決しても1年後、半年後、1ヶ月後、また会うわ。そうですよね。ってなるんですよ、これは。今までもなってましたしね、よくよく考えると。いや、ほんとほんと。で、それをなんだかんだこじつけてやっていく。でも俺ね、おしらさんの動画見て、いや、素晴らしいなと思ったのは、はい、人間として、生きてるだけで素晴らしいっていう、なんか、あったじゃないすごいとこ見てくれてる。ごしっかり見ましたからね。ありがとうございます。はい、だから、だから出会いとかもこうやってあるじゃないですか、うん、で人と話して一日を終える、もうそれだけでね俺素晴らしいと思う。いやそうなんです、うん、だからもう YouTube とかってもう本当付属っすよね、うん、もう本当の柱はこうやって生きて、うん、ご飯食べて、まあ、人と喋って寝てまた明日が来るっていう、うんうん、それがね一番素晴らしいことだと思ってるからで、うわ、うん、今ので一曲書いてストリートでいけそうでしたね。今いけそうでしたまして。出しちゃいますか。メジャーデビュー。メジャーデビュー。あの、エイベックスさん、カーソニーさんか、ユニバーサルさんか分かりませんが、プロタンさんまでご連絡、私でもいいです。こういうのガチできますからね。意外とガチで来るんですよ。いや、でもね、ほんと そういう感じじゃないと、はい、メンタルっていうか、何のためにやってるか分かんないのよ、そのね。うん、ちょっと職業がちょっと違うじゃないですか、やっぱ自分っていうのをいろんな人に知ってもらっちゃってるから、難しいとこあります、まあ、だから僕も葛藤しながら生きてるっていう。でもなんかプロターさんが悩んでるってことが分かって、はい、プロターさんも悩んでるってことが分かって、なんかちょっと安心しました。いや分かります。だから僕もおしらさんに興味持ったのはキャラと歌とかもそうなんですけど、やっぱその中身というか、まあ、勝手なんですけど、うわ苦労しない、いろいろ葛藤しながら発信してんだろうなっていうのがやっぱ分かる人に分かるんですよ。いや嬉しいなそうすごい。いや僕もそういうタイプなんで、結局なんか敏感じゃないですか、はい、いろんな物事に、うん、で自分っていうのはどういう立ち位置なんだろうみたいな、うん、なんかいろいろ生きてきて、そう意外と負けず嫌いだし、うん、そう負けず嫌いだし数字も欲しいし、うん、そういうのやっぱ貪欲さもありますから、ね、あります。全部欲しいんですよ、うん、基本的には人からも認められたいし、うん、いや本当そう、人にも優しくしたいし、お金も欲しいし、全部欲しいんですよね。だから俺思うのは、はい、休むとき休んでいいと思うんですよ、はいはいはい、気楽に、うん、でも心の貪欲さの日だけは灯しておくって。だからもう全部いいやってな、ほんと 120% もう休もうってはダメだと思うんですよ、はい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 、100% 休んじゃいますけど何もせず、うん、だけどもっと知られたいっていう欲はずっと灯しておくっていう、いただきました。へーなんか生きていけそうです。ありがとうございます。生きてください。ありがとうございます。俺もだけど。そうだ、大丈夫かこれ。大丈夫です。完璧です。こんなの。本当ですか。絶対これで100万再生とかいきますか。100万再生はやばい。ほぼ編集しないですよ、それちゃんと。本当にだからちょっとプロタンさんに今日は、人生相談
見つけていただいて本当にありがとうございました。やめてください、そんなありがとうございます。ありがとうございました。はい、あとぜひ、ちょっと悩んだ時に連絡するんで、はい、よろしくお願いします。ぜひ、僕も病んだ時に連絡する。それ嬉しいです。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。バイバイ。